皆さん、皆さんこんにちは、新垣梨沙です。ヤッホー。そして安武です。ヤッホー。はい、ということで、はい、アニョハセヨー。アニョハセヨー。今私たちは韓国なんですが、はい、いっぱい美味しいグルメがね、そうですね、あるじゃないですか、うん、で今からね、行きたいお店があるので、はい、そちらに行ってご飯を食べていきたいと思います。はい、よかったら最後までご覧ください。スタート。スタート。さあ、ということで、はい、今ミョンドンにね、そう、ここミョンドン駅、ミョンドンに来てるわけですけども、今日行くのはソソカルビという、はい、立ちながら食べるドラム缶の焼肉屋さんです。なるほど。で、ここはね、うん、実は私の思い出の場所でもあるんですよ。レッツゴー、行きましょう。カジャカジャ。カジャって何？行くぞ。行くぞってことね。カジャカジャ。カジャカジャ。ソソモクンカルビ。そそもっくんカルビって書いてある。新カルビって書いてある。違う、これじゃない、もうちょっと先かも。着いた？あ、ね、ちょっとね、うん、なんか、うん、さっきここ来るまでに看板が出てて、そそ、うん、カルビこっちだよみたいなのが出てたんだけど、うん、違くなってる名前は。新カルビって書いてある。うん、あれ住所的にはここなんだ。住所的にはね、ここなんだけど、ちょっと調べますはい、すいません、今ですね、はい、ちょ調べてみたところ、はい、この私たちが行きたかったソソカルビは、はい、場所が移転してたんだって。なるほど。しかも今日はやってないらしい。あ、営業も、営業時間的に、曜日的に。いつやってるんですか？明日。明日。明日だったらやってる。明日行きましょうか。そうだね、明日にワープしましょうか、はい、せーの、ほっワープしてきましたよということで、こちら、はい、はい、ソーシッタ、うん、今日はこちらで食べていきたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。ついに行ける。早い。入ってすぐ2人前って頼んだらね、こうやってね、ビニールに洋服とかさ入れさせてくれるんだけど、 その前にもう焼き始めて、そう、結構匂いがついちゃうからね。もうその間にもう仕上がりそうな勢いだよ。すごいいい香りする。美味しそう。美味しそう。そのままなんか頼む？ちょっと的なこと。水か、あとオレンジジュースとかはあるから。水でいいんじゃない？水、無理って。もう調味料かけようみたいな。あ、うん。美味しいよ、だって。マシケッタって美味しそうって言ったら。これがタレと。で、ね、これは青唐辛子。辛いよ。アンメオイル。あ、もうアンメオイル。辛くないって。でも私前ね、実はここね、うん、高橋愛ちゃんと来たんですよ。うんうん、もう立ち辛子食べて。で、あ、ハサミだ。これにつけるんだ。これなんだろう。次を、いこぼえよ。あれ？これがニンニク、ニンニクない。あ、ニンニクあり、ニンニクなしか。うーん。これね、マライちゃんと食べた時めちゃくちゃ辛かったんだけど。赤いのは？これはコチュジャンかな。これをつけて食べるんだ。なるほどね。初めてだね。うん、食べていきましょう。食べてみようか。はい、安武さん食べてみて。はい。初です。どうぞ。うまっ。見た？うわ、やめちゃん、すごくない？すごい。柔らかいよね、お肉ね。うん。ニンニクがすごい効いてる。ね。うん。マシっさよ。美味しすぎる。幅止まらない。ね。このタレすごい美味しいよ。うわ、マシっさよ。うん、おいしい美味しすぎる。美味しいね。やばいね。やばい。ちょっとじゃあこれ行ってみて。なんかアンメオってさ辛くないんだって。本当に食べてみるね。あれ辛くない。本当？うん、あ、辛い。ちょっとだけ。あ、辛いじゃん。ちょっとだけ辛い。メモよ、ちょっとだけ。食うメモよ。韓国人の人からしたら辛くないのかも。
これ、うん、めちゃくちゃ美味しい。でもこれお肉と一緒に食べたら美味しいかも。一緒に食べると美味しいよ。まあ辛く、お肉と一緒に食べたら全然辛くない、うん、美味しい、うん。皆様にお知らせ、2人前足りません。もう1人前追加したいと思います。多分ね10分ぐらいでなくなった、うん、お肉だけだからね本当に。そうご飯とかないからさ全然。あと立ってるからかも。どういうこと。なんかさちょっと私を見て座ると、うん、でもこう食べるから胃がこうなるじゃん、うん、でも立ってるから、うん、どんどん食べてる。いや、そんな下じゃないし姿勢によると思うよ。いや、そっかじゃない。あなたがいいだ。見て。じゃあ。じゃあ。全然食べられる。あ、もごるね。食べていいんだったら。へえ。でも確かに骨の周りって美味しいから。うん。かぶりつく感じが。いっちゃいっちゃい。いいですね。甘い。美味しい。骨の周り甘い。うん。えい。2巡目、これは1人前を追加しました。しかもこれもくれたの優しいね、うん、2巡目いきます。行きましょう。うんうんうん、2巡目も美味しいってどういうこと。どういうこと。美味しい。2巡目も美味しいってどういうこと。最高。これ全然辛くないね。全然辛くないしちょっといいよね、うん、いいアクセントになる。なんかさっぱりする口の中が。一生食える。交互に食ってたらそう。なんか胃がねすっきりする。この青唐辛子食べることで。うまそう。うん、これ編集してるときお腹空くんじゃない。うん、また食べたいってなる。もう行きたいってなりそう、ね。幸せとはこのこと。ありがとう。大きくない？普通の効果ある。うん、違うかもね。うまいね。今のとこちょっと辛かった。韓国語さ、分かんなくてもう人数こうやって出したらもうこれが出てくるだけだからいいね。うん、そう、いいかも。私優しいよ。皆様、記念すべき最後の一口です。私たちは2人で3人前食べました。せーの。最後の一口まで美味しいですよ。チンウマウマダンスが出た。気合いバージョン。やろ、せーの。カムサムダ。チャルモゴスミンダ。チャルモゴスミンダ。なんて言ったの。チャルモゴスミンダ。ごちそうさまでした。チャルモゴスミンダ最高でした。チェゴ、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 チェゴ。はい、ということで食べてきました。食べてきました。もうすっごい美味しかったね。最高でした。吉武さんは初。初でした。感動してたね。本当にね、あのお肉がすごい柔らかいし、タレもめちゃくちゃ美味しかったね。うん、でパッて来てパッて帰れるから、すごい早く出てくるから ね。近所に欲しいですこれ。欲しい。毎日食べたいぐらい、ね、毎日食べたい。私たちは3人前ペロリでした、うん、はい、ということで、もしね韓国来る機会あったら、うん、ぜひここは来てみてください、はい、ミョンドンにありますので。ミョンドンにあります。すごい来やすい場所であると思いますので、うん、来てみてください。ということで皆さんいかがだったでしょうか、うん、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。新垣美里と安崎でした。またね。またね。あんにょん。おまけのちょびたん。Thank you.
皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、今回はドラム缶の上で焼く立ち焼肉屋さんに行ってきたという動画だったんですけど、本当に美味しくて、この編集中お腹空きすぎちゃって、本当にちょっと仕上げは朝にしようっていうことで今やっと終わったんですけども、とても美味しかったですね。はい、これは日本に来てほしいな。ないのかな、わかんないけど、もうぜひね、日本でも食べたい、毎日食べたい味っていう感じでした。韓国行く機会があったらぜひ行ってみてください。